京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。さあ、そして打席には足立が入っています。さあ、一打同点のチャンス、ここで追いついて流れを引き寄せたいですよね。なるほど、そうですよね。レフトを持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁はセーフ、サードランナーホームイン、バファローズ追いつきました。4対4、さらに二塁一塁のチャンスが続きます。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。まあバファローズとしてはこのチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。さあ、チャンスが続きます。ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か、ボールになります。ライト線へ持っていった、これは大きい、入った、ホームラン、吉田勝ち越し、スリーランホームラン、試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。バファローズ勝ち越し、7対4。主砲さすがの一振りでした。この回一気に逆転となりました。そしてベンチ前、チームメートがこのハイタッチで祝福します。試合を制したのはオリックスバファローズです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。